这附近还有湖，还有湖，还有湖，知道吗？我下着玩去了。多吗？不多吧？不多吧？我下着特色不多。不多，不多。有湖。我下着个哈雅的。おさるが派閥がある何の話ですか？いや、この近くにここサルが来る。サルが来る。あ、そうなんですか？うちの柿なんかサル食べる。サルに食べられちゃ う。大丈夫なんですか？柿ちゃんといな、いな時来て。あ、そうなんですか。三三星天元、なんとも奇抜な打ち方だ。本因坊一番怒ってるでしょうね。最近の新聞報道は
ことさらに日中対決という表現を使いですけど適当ではありませんよ。いやいや先生、私は日本の囲碁の普及を願ってるだけです。明日の新聞を楽しみにしてください。失礼します。先生、21点目の後、秀才名人が打ち掛けを宣言しました。ではでは、私はこれで失礼します。急いで原稿の手配をしなければ。はい。あら、お帰りですか。お邪魔しました。瀬越さん、読売の報道は呉さんの精神的負担になります。あなたから忠告してください。はい。まあ、お前らの三哥，三哥，你看，日中决战。西元。はい。もし両国が戦争になったら、君は日本には。居づらくなるかもしれん。しかし中国に帰ったとしてもこんな乱世では囲碁を打つことなんてできゃあせんだろう。囲碁に国境はない。日本に帰化する気はないか。心を鏡のように澄ませ、ご灯明で万物を照らせば、いずれ悟りの境地に達することができる。この頃、何かに導きのようなものを感じるんです。どうしてもそうしたいという。対局が終わったら私の手で君を悟りの境地に導いてあげよう。君の肉体と魂が清らかな世界に入れるように。ありがとうございます先生。聖言、神が君に囲碁の天分を与えたもうた。それを追求していきなさい。はい。白がこうかけついで、黒が、この辺に開いてくる。名人は今日たったの一手打っただけかい。ねえ子さん、
そしたらその後城はここか、ここが一番大きいよな。ちょっと教えてやってくれ。はい。名人にとっては勝負こそが命そのものなんだよ。腐敗の名誉を守ろうとして必死なんだろう。まして中国人の君が相手となるとなおさらのことなんじゃないのかな。こっちだって、絶対こっちや。いつまで打つのか分かりませんよ。いつかは終わるだろう。絶対こっちの方がいいんだよ。どうしたら ここだよ。お、どうしたどうした。うるさいな。ちゃんと静かにやんなきゃダメだよ。いいか。はい。こちらにお父さんがいます。はい。こちらにお母さん。26番の方、特別窓口へお越しください。お願いします。はい。最後にこちらにご紹介お願いします。はい。それでよろしい。はい、ここです。よろしくお願いします。では手続きを取らせていただきますので、こちらにご署名お願いします。よろしいでしょうか。
这身装束在学校里会被辱骂的。能尽快见到李玉堂先生吗？先吃点东西吧。什么事情啊？这么急着见李先生？怎么了？是不是受寒了？二哥，我要加入红万会。赖月先生来过电报，很是担心你，希望你尽快返回。请问李玉堂先生在吗？在楼上。从神那里获得灵魂的根本，互相友善，互相合作，不牵扯党派，不涉及政治，消灭无义之争，实现世界和平，这就是红万字会布道之目的。実はもうありません。散歩に出ることもできます。この戯曲はね、夫があなたにと言って私に持たせたんですよ。本当にありがとうございます。ロペーター先生はお元気ですか？でも今は時代が騒々しいから、人の心も落ち着かなくて、私たちもめったに外出はしないのよ。ここはとっても静かですよ。でもここの冬はすごく寒いと聞いたわ。どこか他の療養所に変えてあげようかしらと思ってるんだけど。私はここの乾燥した空気が好きです。北京とよく似ていますから。寒くなりましたね。そうですね。今年は去年よりも冷え込みが早いようですね。山の上にはもう雪が降ったそうです。ついに開戦しましたね。最近悟空はどうなんでしょう？
やはり一日中読書してます。彼はずっと中国の古典を読んで心の平安を求めているんでしょうけど、見ていてとてもつらいわ。近所に家を借りました。退院させたらそこに引っ越しさせるつもりです。その方が面倒見やすいですからね。私にできることがありましたらおっしゃってくださいね。深夜、バルコニーに立って月を眺めていると、八ヶ岳西側の石壁が冷たい月の光の下に大昔と変わらない姿で黙々と立っているのが見える。寝室に戻って書経や神仙通巻等の本をめくっていると、古の中国の姿が目の前に彷彿として浮かんでくる。先生は暗記されてるんですね。とてもよく書けてます。あなたがこんなにうまく書けるなんて思ってもいなかった。先生は作家です。素晴らしいですね。呉さん、風、thank you.
時間になりました。すみません、ちょっと明るいので障子を閉めていただいてよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。お願いします。お金はすでにゴミ箱の下に置いてきました。そうした方がいいと思います。家族に面倒なことが起こるかもしれないし。あなた、もし清源さんがこの10番号で北谷さんに勝ったら。今の日本と中国の状況ではこの対局は中止した方がいいですわ。黙ってなさい。ゴさん、私が君を日本に連れてきたのは君に囲碁と共に来てほしかったからだ。今回のことは記者による大げさな報道のせいばかりとは言えない。現在の情勢はひどく残念なものだ。騎士であればこのような時には碁盤の上での死をも辞さない覚悟が必要だぞ。
休んでいてください。相手が考えている間、私も行って見ていたい。安静にした方がいいですよ。授業が終わったんです。そう、ご紹介するわ。こちらね、中原和子さん、教師の峰村さんの親戚で学生さんなの。こちらね、ご清源さんです。雑誌にごさんの写真が載ってました。写真と一緒ですね。和子さんもね、この道場で修行してるのよ。それはいい、うん、これは私と北にみのるさんが書いた本です。ありがとうございます。您必须得回去吗？你觉得他挺好的。嗯，
ご一同様ご起立くださいませ。手前にございますお杯をお手にお取りくださいませ。今日の良き日を小峠あさわされまして、めでたくご乾杯くださいませ。どうぞ。親戚があまり質の良くない米を送ってきた。君も少し持ってきなさい。正力松太郎が来られないと電話で伝えてきたよ。この住所はなくさないように。ここで食料品を買えるから。ありがとうございます。読売新聞は狩金さんとの対局を取り消した。先輩の名誉と体調を考慮してなかったろ。いただきます。いただきます。17巻4 17.4巻17.4巻17巻4 17.4巻17巻4 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 17.4巻17巻
制限か。はい。え、本当にあの囲碁のご制限か。そうです。君には古い肺病があり、兵役を免除する。はい。はい、次45番桑取渡。よし、はい、77番野村ひろと。三軍、よし。時間になりました。ごさん、私は明日兵役国へ身体検査に行きます。私はもう行ってきました。不合格でした。もし私が服役することになったら、おそらくこれが最後の一曲になるでしょう。どうか無事に戻ってください。その時はまた打ちましょう。はい、ありがとうございます。ごさん。よし、終わりにしよう。お前たち今日は早く終われて得したな。え？ありがとうございました。どうですか？私たちは後でいただくよ。はい、じゃあこちらへどうぞ。はい。入隊はいつですか？通知が来たらすぐに行く。
高田城はどうするんですか。家に戻して私の帰りを待たせるよ。郷さん、やはり私と一緒に行こう。院の人たちはみんな疎開したし、東京は危険だ。東京離れることはできません。私は道場を守らなければなりません。本因坊の試合は何としても引き続き広島で実施できるようにしよう。私は心理の授業を専念したいのです。本因坊の試合は囲碁の世界で最も重要な試合なのだぞ。真理に専念するのもいいが、囲碁を捨てることは許さん。私は囲碁を捨てるつもりです。バカなこと、よくそんなことが言えたな。さん、もう一度真剣に考えてくれ。後で連絡する。体に気をつけてな。先生もお元気で。Thank you.
私は婚姻防戦開催を提案する気持ちは皆さん理解してくださると思います。岸たる者の勝負を投げ出すわけにはいかない。子さんと連絡つきましたか？あの人たちは放浪中なので探し出すのは。彼が参加しないのではお話にならない。なんとか探し出さなくては。呉さんは断りました。今はまさに末法の世である。日本には天地を覆す事態が起きようとしている。アマテラス大神は我に汝らを末世から救い出すようにとのご神託を下され、時効という名を賜われた。天智正明天智権現、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 天地正明天地権さあ、対局を続けましょう。
読売新聞が打ち込み10番号を復活させたいと希望している。私もそれに同意した。しかし私は主教に専念しております。もう2年も碁を打ていません。これは我らの教義を世に広める良い機会です。教団のためぜひとも奮闘してもらいたい。握ってください。警察だ！扉を開けなさい！警察だ！扉を開けなさい！捜査ですか？食料管理法違反です。あれは我々の米です。そうだ、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 電子
天地天元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 山中湖にある金木さんの別荘を我らの道場に使いたい。金木さんは教団に戻るべきだ。あなたが行って私が荒人神であることを伝えなさい。必ず彼女を連れ戻すように。少しは落ち着きましたか？はい、ありがとうございます。時光さんはね、とても霊感の強い人ですけれど、最近は悪霊がついているようです。古代妄想という悪霊かもしれません。考え直していただけませんか？ごさん、私は彼女には会いません。私は彼女が信頼できないからです。率直に言いますけれど、彼女はあなたを利用しているだけです。彼女の道義とあなたの信仰とはまるで違うものじゃありませんか？
今日はもうお休みなさい。風邪をひいてしまいますよ。熱が下がったのね。あなたここ何日か意識がなくって上ごとばかり言ってたので本当に心配したのよ。自分を苦しめてはいけませんよ。ごさん、自己損に遭うこと考え直してみます。八戸の自由館で大変なことが起きてるらしいの。自己損が地元の造り酒屋の資産家に家を一軒寄進させたんです。それに怒った資産家の親族たちが地元の男たちを雇って自由館に押しかけて大乱闘になってしまったらしいんです。
私行きます。すいません、すいません、止めてください。命が抜けたんで大丈夫です。もう会えないかと思った。君のことが心配だった。さあ、あと5分経っても号制限八段が到着しないと危険になります。もう少し待ちましょう。今は交通の便があまり良くありませんから。世話になりました。ありがとうございます。お母さん、手紙預かっております。ありがとう。お気をつけて。
逃げ出しました。もう長岡長子を信頼することはできません。私たちの信仰の真髄と彼女の広める道義とは全く違うものです。ですからあそこを離れることにしました。気づくのが遅すぎました。あなたを何度も辛い目に遭わせてしまいました。本当にごめんなさい。これから北海道の実家に行って両親に会い、それから東京に戻ってあなたのお帰りを待ちます。
始め。にらめっこしましょ。笑うと負けよ。アップ。あれなんだ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 。なんだ。どうしたの最初に笑った。冷たい。外寒かったの？うん。雪まだ降ってる。はい、赤ちゃんですよ。はい、どうぞ。どうしたの？お子さんがいらっしゃいました。どうぞ。ご誕生おめでとうございます。ありがとうございます。これが皆さんからのお祝いの品です。元気な男の子になるといいですね。ありがとう。早速ですが対局を始めましょう。改めてよろしくお願いします。時間になりました。
ません。どうぞ座ってください。どうですか状態は。 2,3 日この状態が続いているんです。子さん、子さん、そういえば林くんは大活躍だな。大竹くんも頑張ってるじゃないか。泣いてばかりいたんだよあいつは。今はもう泣かなくていい。若いのがどんどん出てくるな。いいことだ。カズコ、はい。どうしたの？私の代わりに言ってくれ。アズ、私の代わりに対局しに言ってくれ。わかりました。用意します。早く。はい。
元気そうですね。ええ、いい感じでね。いや、私も手合いに出ようかと思ってるんだけども、ごさん、一緒にどうだい？碁を打たずに暮らしていてもつまらないでしょう。テレビの早打ちから始めて少しずつやっていくっていうのはどうですか？私も考えたんです。でもこの年では。なんだ、ちゃんと考えてるんじゃないか。もしもし。